今日紹介する作家は太宰治。太宰が最も得意とする女性の告白体で書かれた昭和14年の作品です。この作品は女性読者から送られてきた日記をもとに描かれた作品で、14歳の女性を主人公に、その年代特有の不安や心の移ろいを、朝起きてから夜寝るまでを独白体で綴るという形で描いた太宰治の代表作の一つです。私たちみんなの苦しみを本当に誰も知らないのだもの。今に大人になってしまえば、私たちの苦しさ、わびしさはおかしなものだったと何でもなく追憶できるようになるかもしれないのだけれど、けれどもその大人になりきるまでのこの長い嫌な期間をどうして暮らしていったらいいのだろう。誰も教えてくれないのだ。放っておくよりしようのないはしかみたいな病気なのかしら。でもはしかで死ぬる人もあるし、はしかで目のつぶれる人だってあるのだ。放っておくのはいけないことだ。私たちこんなに毎日うつうつしたりカッとなったり、そのうちには踏み外し、うんと堕落して取り返しのつかない体になってしまって、一生めちゃめちゃに送る人だってあるのだ。また人思いに自殺してしまう人だってあるのだ。そうなってしまってから世の中の人たちが、ああもう少し生きていたらわかることなのに、もう少し大人になったら自然と分かってくることなのにと、どんなに口をしがったってその当人にしてみれば、苦しくて苦しくて、それでもやっとそこまで耐えて、何か世の中から聞こう聞こうと懸命に耳を澄ましていても、やっぱり何か当たり障りのない教訓を繰り返して、まあまあとなだめるばかりで、私たちいつまでも恥ずかしいすっぽかしを食っているのだ。明日もまた同じ日が来るのだろう。幸福は一生来ないのだ。それはわかっている。けれどもきっと来る。明日は来ると信じて寝るのがいいのでしょう。わざとドサンと大きい音立てて布団に倒れる。なあ、いい気持ちだ。布団が冷たいので背中が程よくひんやりして、ついうっとりなる。幸福は一夜遅れてくる。ぼんやりそんな言葉を思い出す。幸福は一夜遅れてくる。幸福は。眠りに落ちる時の気持ちって変なものだ。船かうなぎか、ぐいぐい釣り糸を引っ張るようになんだか重い。鉛みたいな力が糸でもって私の頭をぐっと引いて、私がとろとろ眠りかけると、またちょっと糸を緩める。すると私はハッと気を取り直す。またぐっと引く。とろとろ眠る。またちょっと糸を離す。そんなことを3度か4度繰り返して、それから初めてぐーっと大きく引いて、今度は朝まで。